疲れやすい、イライラする、物悲しい、立ちが悪い、体も心も最近調子が悪い、そんな40代以降の方いらっしゃいませんか？いるよね。どうも、満月堂のミョンネです。今言ったお悩み、年のせいかもって思って放置してる方も結構いらっしゃると思うんですよ。なんですが、実はそれ男性更年期障害かもしれないということで、今日急ぎでこの動画を撮っています。更年期障害って女性がなるイメージが強いんですけれども、実は男性にも起こるってことがこう最近で分かってきているんですね。そして、そのサインがなんと勃起力だっていうんですよ。それからさっき言った疲れやすいとか、イライラするとか、物悲しい、なんかやる気が起きないみたいな、サインがそこら辺に出てくるんですね。なぜかというと、勃起力の低下が男性ホルモンの低下にもつながってるし、それが実は男性更年期障害のサインにもなってるっていうことなんですよね。それが人それぞれタイミングは違うんですが、40代以降に症状が出てきやすくなるっていうことなんですよ。やだね。なんかあちこち痛くったり、はぁーってやだよね。でもしょうがない。これはやはり加齢とともに、人間の体も変化していくことなので起こること。だから今日は、その男性更年期障害に効くと言われているトレーニングを紹介したいと思います。特に40代から、男性更年期障害は増えていくと言われているので、男性ホルモンを増やすためにもこれね、ぜひ取り組んでいきましょう。年だからって放置しないで一緒に頑張りましょうね。はい。で、今日やるのはスロースクワットなんですよ。スローとかゆっくりペースなのね。で、男性更年期には実はね、激しい運動、例えば短期間に何回もマラソンに出るとか、そういう激しい運動を行うとかえってテストステロンを下げてしまったりすることもあるそうなので、注意が必要です。適度な筋トレとか、適度なスローランニング、そういうことで筋肉を維持するっていうことが大事。それによってホルモンバランスも整えていくっていうことにつながるっていうことなんですね。最小限の負担で効果的に鍛えられるトレーニング、それが、スロースクワットなんですね。動きもゆっくりなので、こうね、初心者さんでも安全性も高い。あとは最小限の回数で、多くの筋肉にこう高い効果が得られるっていうことみたいなので、じゃあぜひやってみましょう。はい、じゃあやっていきましょう。まず立ちます。立って足を肩幅に開いて胸を張る。背筋を伸ばすってことですね。背筋を伸ばします。お腹を引っ込めて腰は反らないように、お尻にキュッと力を入れて前のめりにならず、まっすぐ立ちます。足は人差し指が前を向くようにガニ股にならないようにまっすぐ立ってみてください。コマネチのところに手を置きます。そして、息を吸いながらお尻を後ろに下げるようにして膝を曲げます。1、2、3、4秒。そして戻る。1、2、3、4。これで1回です。で、この時に1、2、3、4、下がった時に腰が反りがち、腰を反らない、お腹に力を入れるのが大事です。腰を反ると腰が痛くなっちゃうので気をつけてください。これを5回から10回繰り返します。そして1、2、3、4下がって1、2、3、4上がった時にピーンって伸ばさないで、これぐらいで止めておくことが大事です。じゃあ10回やってみましょう。ここに挟むイメージ、手を挟むイメージですね。だけどお尻だけプリンって出すんじゃなくて、ここの裏が効いてるイメージをやってください。じゃあいきます。せーの、1、2、3、4。1、2、お腹に力を入れて1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、胸を張って4。1、2、3、4。1、2、3、4。
あと何回ですか？3、1、2、3、4。これ最後かな？2、3、4、1、2、3、4。10回、おそらく。はい、どうでしたか？結構きますよね。で、ここよりも、ここに入るようにして、腰が反らないようにしてみてください。こうして、膝が前に、なんていうんですか？膝が前に出ちゃうなくて、後ろに下げる。膝を前に出ないように気をつけてください。これがスロースクワットです。で、さっきも言った通り、このスロースクワットが男性更年期にはうってつけ、最小限の負担で筋肉に効果を与えられるということなので、ぜひきつすぎる運動よりもこういうゆっくりな運動からやってみてください。今日は、男性更年期のお話についてでした。男性更年期というのは男性ホルモンの低下で起こるので ED もめちゃくちゃ密接に関係してきますし、勃起力の低下が男性更年期のサインだったりしますので、毎朝の朝立ちチェックもそういう意味でもとても大事ですので欠かさずにやってください。最後に持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題です。1つ目が運動、今日もやりましたが、筋肉を鍛えることによって男性ホルモンが高まって男性更年期だったり勃起力にもつながってきますので、毎日運動、筋トレ、筋トレ1個ずつやってみてください。2つ目が生活習慣の見直しです。食生活、ストレス、睡眠なんかですね、その中で足りない栄養素をサプリで補ったりとか、1日1食でもいいので見直してみる、などなどやってみてください。3つ目がリラックスです。心のリラックスも体のリラックスも両方大事です。寝る時間が遅くて短い、朝起きても疲れが取れてない、休みの日はひたすらソファーでゴロゴロしていたい、いっぱいいるよね、そういう方ね。でそういう方ほど睡眠の質を見直すっていうことをやってみてください。満月堂のふんどしパンツを履いて玄米ホットアイマスクで目元を温めながら寝る、これだけでも全然違いますので、ぜひやってみてください。質問の悩みある方は私の LINE に連絡をください。私が一つ一つお返事をしております。先行案内、限定案内なんかも LINE からしておりますので、質問ないよっていう方も LINE 登録して、スタンプを押しておいてくれると私もスタンプをお支給します。インスタツイッターでは私の普段の様子とか、あと、月めくりみょんね、日めくりみょんねって企画もやってますので、ぜひどっちかやりやすい方をフォローしておいてください。YouTube で毎週金曜日お昼12時半からライブ配信をしていて、ファンの皆様と交流する楽しい場になってますので、ぜひ遊びに来てください。LINE、Twitter、Insta、YouTube、それからショップの URL。これら全部まとめて概要欄に書いてますので、チェックしてみてください。では今日のスローストレッチ。ぜひ毎日して朝立ちチェックもしてみてください。満月堂のみょんねんでした。バイバーイ。